はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。以前の10日連続みんなでバトル企画からめっちゃ久しぶりだよね。でその10日目のねコメントを見てみると、あのみんなでバトルで最終回って思ってる方がいらっしゃるんですよね。いや違うから全然違うから、まだ全然みんなでバトルやっていくから、僕ちゃんと S プラスにねなるまでやっていくから。いや S プラスになってもまだまだみんなでバトルはねやめないんですけど、あの10日目の動画が最終回じゃないってことはぜひ分かっておいてください。それじゃあやっていきますか。なんか久しぶりで緊張すんな。勝てるかな。一番最初はやっぱね勝ちから入っていきたいですよね。もうね冷凍はねもうどうでもいいんですよね正直。どっちだ、下でルイージについていこうか。で次もまた下で、これはこの土管に、土管じゃない、このドアに入るとやばい、戻ってきた。ってことはどっかに赤コイン、違う、ピンクコインがあって、よし、取られた鍵、いや取られてない、取られてないぞ、よし。でこのままゴールであってくれと思ったけど違うな。どうしよう、これ右から行こうか。でジャンプと思ったけど、これはどうしよう、こっちでいいか。ダメ全然ダメ。なるほど、これで右に行くのね。こっちもどっかに鍵があるってか。で P ドアに入る、そしてゴール。ちょっと待ってやばい、急ぎすぎだ。これはもうゴールっぽいな。いや違う、ゴールっぽくない、まだ続いてるっぽいな。やばい、これは上から行って大丈夫か。よし、ジャンプジャンプ、うお、ヨッシーの音が聞こえた。どこだどこだ、ゴール、嘘。でですね皆さん聞いてください、僕ピオキングのアイコンのキーホルダーを作成中です。皆さんにプレゼントしたいと思いますんで、プレゼントの応募方法はまたですね考えるんで、その時実写にあげたいと思います。ぜひ皆さん応募してください。それじゃあこのステージ、リンクになるステージ始めていこうか。ジャンプ、おーし、オッケー、来た、オッケー、このまま走っていきましょう。チャンスっぽいけど、なんかクッパいるな。よし、爆弾を投げていく。よし、オッケー。で、これはどうしよう、上に弓矢を撃つと、あー待って、あはは待って待って、もう待ってくれ。よし、まあいいや、これ結構長いと思うんですよね。よし、行け、あー待ってくれ、危ねーで、このまんま、よし、これは右に行きたいところだな、右に行きたいところだな。せめてこれ爆弾でしか倒せないっていうわけじゃないでしょう。よし、弓矢で、弓矢連打しよう。よし、行け行け行け俺が倒すんだ、キノピコ、俺が倒すんだ。よし、いけいけ、倒せ倒せ倒せなかなか強いな、なんか、よし来た、よし、そしてよっしゃやったー、勝てた、なんかめっちゃ嬉しいんだけど、久々の勝ちでめっちゃ嬉しいんだけど。でですね、先ほども話したピオキングのマークのアクリルキーホルダーを作ってるんですが、どんな感じなのかちょっと気になりますよね。それを動画の一番最後にこんな感じのイメージですよっていうのを貼っておくんで、ぜひご覧ください。そして次はスーパーマリオ、スーパーボールマリオ、どっちだったっけ、スーパーボールマリオのままゴールね。これは先に、一番先に取っておきたいな。みんな取らせてくれないんだろうな。ほら見て見てこれ、こういう人いるんだ、こういう人。オッケー、そして今度はパウ、よし、一応ゴール条件はこのスーパーボールマリオのまんまゴールだから、これ難しいな、結構難しくない。オッケー、あーダメだ、もう一個もう一個、待ってこれ最後、よし、あぶね。まあでも一応これは、え、このパウ何の意味があるんだろう。よし、なるほど、こういう感じね、こういう感じね。よし、待って、これは危ない、これ押されたら危ない、ゴール条件がなくなる。よし、
そして次はまたかよ、またかよ。これはこの辺でちょっと連打しておくか。待って、このルイージの場所ずるくない？ルイージの場所ずるいけど、あ、待って、そっか、近くにファイヤーじゃないや、スーパーボールマリオっていうのがないから、もうスタートに戻るしかないんだ。ゴール条件が達成できてないからね。うお、戻ってきた、一人戻ってきた。待ってくれ、よし、キノピオちょっと邪魔あー待って邪魔。次はうお、スター取られた、2つ。これ早いやつじゃんくそー、いやー惜しかったな。いやでも今のキノピコの場所はね、完全に作戦勝ちだよね。そしてさらに、先ほどはアクリルキーホルダーの話をしましたけど、今回僕アイコンをね、とうとうアイコンを変えたいと思います。このピオキングのアイコン、すごくお世話になりましたけど、とうとう僕アイコンを変えたいと思います。どんな感じのになるかはまだ僕もちょっと分かってないんですけど、一応ですね、人物像にしたいと思います。ずっと変えたかったんですよね、僕アイコンっていうのを。お、待ってくれ、これは大丈夫か、このオンオフを変えて大丈夫か。そしてで、どうしよう、これはファイヤーボールを取っていこうか。そしてヨッシーを取っていく、絶対食べるでしょ。ほら来た、ほら来た、待ってくれ、やめてくれ、あー、そんなことやめてくれ。待って、このマリオめっちゃ食べてきそうじゃない。やったぜ、戦ってやろうじゃないか、俺もマリオ。そんなことするやつは俺が、あ、食べれないのか、そっか、乗ってたら、あーあー待って、よし、まいまい、もういい、もうヨッシー、ヨッシーとかいいから、もう、あー待って、これ大丈夫、これオッケー、来た、このまま走っていきましょう。でこれ上でいいのかな、え、どこそれ。今完全に一人で爆走状態だったと思ったんですけど、全然一人でなんか違うとこ行ってたんだね。そしてまだですね、お知らせすることがあるんですよ。アイコンを変えた時に一緒にですね、エンディングも変えたいと思います。皆さんおなじみのあのエンディングですが、おそらくですね、曲も変わると思います。空のマークとピオキングのアイコンはお世話になりましたけど、違うエンディングにしたいと思います。それじゃあこのコースやっていこうか投げた、マリオが死にやがった、バカめ。あ、待って、なんで俺上に投げてんの。よし、でこのまま、待って、これは危ないちょっとラグいな。まあまあ落ち着いていこっか。これでキノコを取れるでしょう。キノコを取ってく。そしてこのまんま右に行こうか。まあそんなに難しくはなさそうだけど、まあ一応コースも長そうだし、すぐにはゴールしないと思うんですよね。でこれは、よし、ファイヤー、ここまで手に入れたらもうあとは急いでいいかな。これはどっちだ、あんまりピンクコインって意味あるかわかんないんだよね。まあバトルの時は基本的に無視してはいいと思うんですけど。そしてヨッシーを手に入れてる人がいたな。もうヨッシー嫌いなんだよね、まあ、自分が使う分はめっちゃいいけど。でこれはどっち、待って、ゴールがマジでわかんない、どこに行けばいいか全然わかんない。こっちでいいのかな、なんか一人で違うとこ来てる気がするんですけど。よし、オッケー。そしてこのまんま渡ってく。ん？こっち何もないよね、きっと。これ下に行っていい？まあいいや、この扉に入るか。なんか運よくゴールないかな運よくゴールないかな、この辺で。そして、お、中間ポイント、あ、違う、これじゃない。そしてね、みんなもう中間ポイント取ってるね。俺も早く先に行かなきゃ、ちょっとまずいな。っていうかえ、ゴールどこ、マジかよ、ここじゃないのか。あらー、どうしようどうしよう。あ、でもさっきこっちに入れなかったから、多分この右のドアでいいんじゃないの。オッケー、いいね。あ、なんか鍵持ってる。待って、キノピオ待ってくれ。ここは、あはは、それじゃどんどんやっていきましょう。
なんか最近バトルの調子が悪いな。もう正直ですね、あの企画からもうレートのことはどうでもよくなってて、でもねやっぱ負けるのは嫌だから勝つことにはね全力を出してるんですけど、なかなか勝てなくてレートがねどんどん減っていくばかりなあこのピオキングなんですよねやっぱ左にね投げられるんですよね僕。危ない。 OK、 よし、このまま渡っていこうか。うわー危ない。よかった、取っててよかった。キノコ、そしてこのまま右に行く。なんかあのキノピコ。そう、はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。ちょっとここで皆さんに一言言いたいんですが、最近ですね再生回数も少しずつですが増えてきています。本当ですね、見てくれてる皆様ありがとうございます。それじゃあ最後のバトルをやっていきますか。お、これ最初のオープニングのなんかコースとちょっと似てるよね。よし、1番1番で、このまま右に行く。よしで、ゴールであってくれ。もうゴールであってくれあー絶対違う。どうしよう、これは、やった、猫マリオ、猫マリオ、猫マリオじゃないけど、何やってんの俺そして俺さっきから何やってんの。よし、オッケー。で、このまま、よし、こっちに行くと、何があるんだ。で、何やってんのあの人、あの人は何をやってるんだ。で、このまま右に行こうか。で、これはよし、待って、上潰される、潰される、潰される、ちょ待って、よし。で、これ何、え、意味ないのこっち、マジか。上に行くとか、これ多分意味ないでしょう。ほら、どうしよう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 、やばい、これ負けた。最後に相当みっともないことをしてしまった。で、このドアに入るゴールされたな。え、誰も右来なかったね。このコース知ってるのかなみんな。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。今日はですね、お知らせがたくさんありましたけど、皆さん覚えてますかね。まずアクリルキーホルダー、そしてアイコンの変更とエンディングの変更、この3つがですねゴールデンウィーク中は厳しいんですけど、まあ5月中ぐらいにはおそらく変えると思います。そして今のピオキングのマークのアイコン、このアイコンのアクリルキーホルダーを今作成中なんで、もらってもいいよっていう方はぜひ応募してください。応募方法はまた後日お知らせしたいと思います。それじゃあまたね。